じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、あのヤクルトは高津監督が続投というふうな、はい、記事も出てまして、ごめんね、本当にね、青木がやるんだよって、いやこの前あの中継行った時にさ、はい、まあ、ヤクルト関係者と話をしたら、はい、いや変えるっていう話ないですよみたいなあ、そうなのみたいな、俺どうしようどうしようかなと思ったんだけど、ね、まあまあでもそういう構想もあっていいんじゃないかという話だからさ、そう今後将来的に、まあ、高津がやるんだったらやるでね、うん、それはもうやっぱ日本一の、ね、うん、監督だから、はい、余計なお世話でした、余計なお世話なんだ本当に、でもまあそうなるんじゃないかという予想もあった中での話だよね、はい、そう、うん、中での話だ、残留だからね、そうです、そうです、続投だから、はい、はいはい、ただあの豊さんもね、はい、あの動画で話されていましたけれども、中日は立浪監督が辞任されるということで、はい、うん、ファンはじゃあ次一体誰が監督になるんだろうというのを、はい、もうネットとかで皆さん予想をしています。いろんな方の名前が挙がってますけれども、まあ、例えば以前阪神の監督もされた矢野さん、もともと中日にいて阪神に行かれたわけですけれども、まあそうだね、はい、結構矢野さんにやってほしいというファンの方の声も上がっていたりですとか、あとは、まあ、人気商売だからな、あ、もちろん監督ですもんね、顔ですもんね、とか、あと辻さん、はい、あの西武の監督もされてました辻さんであるとか、いろんな方の名前が出てるんですけれども、豊さんは例えば中日の監督っていうと、まずどういった方が来季から率いるべきか、率いた方がいいかなと思ってらっしゃいますか。やっぱりこうなんていうのかな、立浪監督 OB で生え抜きでチームに対して愛情があった、うん、まあ、そういう人がやって、じゃあ次に誰を持ってくれるかいいかっていうと、もう一目瞭然だよな、俺は岩田がいいと思う。いやもう WBC の監督が剥がしちゃえみたいな、いやもうチームのためにみたいな、でもまあ WBC が終わってからの、まあ、チャンスもあるけどもね、まあ、あるけども、やっぱこう野球を深く知ってる、あとはやっぱりね考えられる岩田はね、はい、うん、野球をね、いやだからそういう人にやってほしいなと思う。その2026年までジャパンの監督でなかったとしたら、うん、井端さんを豊さんは1位に推してましたか。もう井端をこうやって連れていくよ、球団の、すみません僕はあのあんまり知らないんですけど、この人知ってるでしょってこの人監督にしてください、そのぐらい、そうかそうか、推してたと、まあ推してるっていうか、うん、やっぱこう全日本が推すように、はい、井端監督をね、うん、やっぱそれなりのものは絶対持ち合わせてる人間だから、はい、立浪という男が育てた選手たちを継承してくれると思うんだよ、うん、それでまた大きくしてくれるというね、はい、まあ、井端なんかいいなっていうふうには考えてたけど、まあ、WBC な引き受けた以上、うん、責任はな全うするだろうしな、そうですね、だからなかなか難しいとは思うけどな、え、もちろん、ね、井端さんはあの監督経験もねもちろんあるので、はい、ね、やっぱりで中日で、うん、ね、活躍されてたということもあると、はい、でその矢野さんという声が上がってることに関して、矢野さんというのは豊さん的にはどうなんですか。俺らが中日いる時も知ってるけども、はい、阪神色の方が強くなってるから、うん、なんかちょっと俺はピンとこないけどね、うんうんうん、まあそれだったら井上和樹という、あ、まあ、2軍、まあ、2軍の監督ね、はい、まあ、人柄もいいしな、うん、まあ、しっかりコミュニケーションも取れる人だから、はい、だからまあいいなというふうには思うけども、うん、どうなのかなっていうのも、ということはその井上和樹日本監督がそのまま一軍に昇格っていう形も、はい、まあ、ないことはないだろうな、うん、ないことはないけども、そうやな、辻さん、はい、いやいやこれはね、うん、はっちゃんにやってもらいたいのは、うん、そういう名前があるんであれば、はい、俺らの代っていうのがもう消えかかってる、そうですね、もう灯火になってきてる、最後が岡田監督なんですよね、うん、岡田監督も炎が揺れまくってるからそうか、そうそうそう、でもね俺思うけどやっぱね管理職だとか、うん、そういうのってある程度選手から離れてる方がいいな、年が、うーん、なんかそんな感じがする、はい、その方がやりやすいような気もするし、うん、まあ、それなりの人間力っていうのは必要だしね、はい、だからそういう人間力を若い人で持ち合わせてる人っていうのはそうなかなかいないよ、うん、うん、まあだから辻監督、うん、ね、元西武のね、はい、いやそれだったら西武をもう一回やるよみたいな言われるかもわからんけど出戻りになっちゃう言われるかもわからんけども、はい、まあでもはっちゃんとかね、うん、まあ、我々の大の人間だから、
同級生だしね、はい、まあ、やってほしいっていう応援はしたいけどね。例えば先ほどの矢野さんだとやっぱ伸び伸び野球っていう感じに、まあ、阪神のイメージですけど、うん、なるのかな。一方で辻さんってなると、辻さんってその若い選手とも非常にコミュニケーション取れるけれども、一定の距離感で見守るというか、そういうイメージもあるんですけど、どういう、まあ、見守るっていう形だろうね、うん、まあ、それと教えるところはしっかり教えるという、うん、でもやらないか、ないか、ならないですかね、うん、あと声が出てたのが、例えば、吉見さん、まあ、吉見だったらもう先にお前、井端やる、まあ、井端が吉見を連れてきてピッチングコーチさせるよ。そうか、あと山崎武さんの声も上がってました。まあ、いろんな候補はいるよな、山本昌もそうだしさ。山崎武さんだとどうですか、そのもし監督になった時の監督像というか、中日をどういう風にしてくれそうとか。これ落合さんの息はまだかかってんのか、うん、中日は。いや、なんで私が言えるか分かんないですけど、すいません、そうどうなんでしょう、もうかかってないんですかね。ないのかね。だからその落合さんの声っていうのもあります、もちろん。まあ落合さんはないと思う。ないですか。で落合さんがやられるんだったら一緒に森重さんもセットでっていうの。いや、そらそうだろ。はい、もうここはデニーまで来るんだよ。多分デニーさんもいらっしゃると思います。デニーコンプラに引っかかるぐらいな、もうすぐ多分今じゃダメですか。あら、はっきりしてるからね。まあ、そうですよね、厳しさあるので。そうか、山崎武さん、あとまあ山本昌さんであったりとか、あと谷繁さん、まあ、一回な、いろいろあったから、まあ、これもないだろうなと思ってね。谷繁さんもあれ、プレイヤー辞めてすぐのでしたっけ、プレイヤー系みたいな。まあ、早すぎたよね、やるのがね。っていう声も上がってましたし、まあ、いろんな候補はあるよな。今って、まあ、どうなんですか、もう声かけは始まってるんですか。いや、もう公認探しはもう絶対そうだよね。そうか、誰が、まあ、困ったら俺に言ってきなさいよ。あ、ユタカさん、そうそうそう、そうか、中日って OB 以外でも OK？ いや、OK にしないとさ、うん、まあ、ただね、あそこはやっぱこう OB 色が強いよな。強いんです、はい。まあ、そうだな、うん、あとはその監督になってやっぱり球場が連日満員になるっていう。勝てば満員になるから、から心配するな。そっか、でもあと考えられる方たちっていうといらっしゃいます、他に。福留さん、福留は受けないよな。受けないですか。 PL の絆って強いんだよ多分。やっぱ PL でダメだったやつを PL 呼んできても PL 受けない。ワンクッション置かないと。そ、先輩に、先輩に申し訳ないと。なんかあるんですかね、そういうのはね。いや、野村に聞いたら、はいはいはい、野村博樹、はい、松井和夫がね、ああいう形だったじゃない、うん。お前西武の監督があったらお前 PL だったら受けるかって言ったら、いや受けませんよって、うん、なんでって言って、いや松井和夫がやった後 PL で僕受けれませんよって。なんかね、 PL のあの強いんだよ。すごいですね。すごい前任者を思うって敬うというか、一義というか。そうですよね。まあ、そこら辺のその PL のつながりっていうのは強いなっていうのを感じる。じゃあもしかすると PL はないかもしれないということですね、はい。あとはまたここでも上がるんですけど、工藤さん、元ソフトバンクの工藤監督、まあ、ゆかりがないよね。愛工大名電、ゆかりとは言わない。私はここの出身です。そうそう、そしたら一郎さんでもいいことになっちゃう。俺だったらいっぱいあるよ。じゃあ、お前、ユタカさん、めちゃくちゃあるよ。福岡だってそうだ。そう、ソフトバンク、まあ、東京だってそうだ。東京だったら何チームあるよ、お前。そうですね。そう、北海道だってあるもん。確かに俺仙台だって積んでたことある。全部行けますよね。行けるよ、まあ、ゆかりだったら。お前そうですよね。そんなことはないだろう。それかほら、もう外部から、ここはもう外部から一丁呼びましょうみたいな。そうだね、か、難しいな、うん、ってなると、今名前を挙げた方たちの中でだとすると、豊さんが監督だったらいいんじゃないか。いや、まあ順当にいけば、うん、やっぱ井上和樹っていう人間が、うん、まあ、順当かなっていうふうには思うけども、はい、俺が GM だったら多分井端に話しに行く、うん、井端飯でも行く、はい、その何が食べたいんだ。ステーキです。いや、家系ラーメンです。なんで、ラーメンかお前みたいな。いや、なんかあいつはね、
そういうそういうやつなんだよ。ちょっと待って、なんで家系ラーメンできたの？いや、ニンニク入れるかみたいな。マシマシでみたいなね。マシマシでみたいな。そうそう。でもこれ実際問題、井原さんそのジャパンの監督もされていて、並行っていうのは可能なんですか？いやいや、並行無理だよ。絶対無理ですか？それは絶対無理です。それは規約的に無理だよ。そっか。解説もだよ。解説も。じゃあ井端さんっていう路線は2026年まではないってことですよね。そうだな、うん、今更ね切るなんてそんなことできないでしょうし、うん、もう契約もされて。あ、そうだね、うん、ってなるとやっぱり井上和樹二軍監督の昇格なのかな。それか本当のサプライズがあるのか。片岡さんだから立浪ピエールだってそれはね受けれないよ。要請があったとしても、うんうん、受けてたりしてない。ちょっと待って、どうしよう。あれ？お前いいのかみたいな。そうそうそう。まあでも立浪のケツは俺が拭くみたいな、そういう可能性もなくはない。ゼロではない。ゼロではない。ゼロではない。片岡さんだけがそこに残るとらしい。でもね、片岡ってね、もう本当にそのうるさいんだよ。うんうん、細かい細かいっていうか、こう編成はこうした方がいいとか、うん、多分ね考えてるはずなんだよ、うん、あのね本当に敏感に察知する方だから、はい、ね、うん、もうねうるさいと思うんだよ、うん、でもああいう人間は球団に置いといた方が絶対いいから。そうですね、うん、だからまあユニフォーム脱いでまで中日に行くとは思えないけどねそれだったら YouTube に戻ってくるよ、うん、まあそうでしょうね、真っ先に、一番に。もう早く帰ってこいっちゃうの。もうね、じゃないとお前事務所回らなくなるっていやいやいや、そんなもう疲れてきてんだから俺だと。もうね、いちいち、ね、たくさん出して3連戦も頑張り、お前が3年間おらんかっただけで、お前みんなどれだけお前疲れたかみんなどうした。早く戻ってか、もうヒノキ風呂からやり直しな。そうでな、俺は放浪だって言いますよまたそこからもうそっから始めたよね、もう一回もう一回そこからですね。もう一回だよ。もうまたね、高校野球を語る片岡さんとか、あと PL の会もう大好評なのでね。いやもう、もうダメだよ。PL を語らない方がいい。ちょっと失敗続いてるから。ちょっと一回静かになって、ね、ほとぼり冷めた頃にみたいな感じですかね。まあまあ面白いけどね。そうですよね。ただ中日の監督いつぐらいには決まりそうですかね。まあやっぱりこれも今消化ゲームに入ってるしね、うん、キャンプが重要になってくるし、はい、もうシーズン終わってすぐ発表っていうぐらいのスピード感が欲しいな。そうですね、じゃないと秋季キャンプが今度できなくなってしまうというか、まあ何のためにね、立浪監督が早めに辞任っていうことをね発表したのかっていう、その意図っていうのは必ずあると思うから、うん、やっぱ早急にね、はい、決めて、うん、バトンタッチという形がいいんじゃない。そう、まあ立浪監督がみんなの前で、ね、まあ、最後の挨拶すると思うんだけど、はい、まあ、その時にこの男に託して私は去りますので、うん、いうような形が一番綺麗かなというね。その方がスムーズにいきますよね、秋季キャンプも、うん、まあ、誰になるのか、そう遅くない時期に、はい、近いうちに分かると思うので、またあの分かったらぜひ豊さん速報動画でも開けてください。そうだな、はい、待ってるぜみたいな。そうですそうです。ちょっと情報くれんかな先に片岡さんこれさ先に撮っとくけどな。そうなんですよね、慌てるんだよお前。そうですね、車の中で撮ったりとか、看板やちいちゃんと書くか書かないかっていうのは論争になるんだから。あ、論争になってるんですね、あれ。いや、書きましょうみたいな、うん、よし書くぜみたいな、うん、そういうね時間も必要なので。いや、そりゃそうだよ、なるべく早めに。そう、あとこの前はね、あの大谷選手の時、あれサービスエリアの駐車場ですか。そうだよ、ですよね。アメリカじゃないかっていう母が言ってたんですよ。あ、あれアメリカではないでしょ、アメリカでもない、さすがに現地ではない。そう、後ろが、あ、サービスエリアで撮ってると思って。でも分かってる人は分かってたよ。あ、そうだったんですね。もうね、バンバン電話かかってくるんだよ。なんでスタッフからもそうだし、看板屋からもかかってくる。両方から看板屋中やったら、これ撮った方がいいぜ言うて。分かった分かった、もうみんなから、ね、分かった分かったって、うん、渋滞でめちゃくちゃ混んでたんだよ、うん、だからもうスタート時間もう行ってすぐスタートかなと思ったら、はい、もう困ったって同じメンバーの人に、うん、回るメンバーの人に行ったら、うん、大谷打ったじゃん、取らなくていいのみたいな。いいいいいですかみたいな。よかったですね、よかったよ、使えてもらったんだ。いや、よかった。あれじゃあプレー回る前だったんですね。そうだよ、で戻ってで1番ホールからスタッフも、まあ、北海道行く予定があった。あ、そうなんですか。早く私やらないと。ゴルフ1回止めて、まあ、スタート前に、いや前はもうギリギリ
もう5分前に撮っていったって。そうか、じゃあ後ろの組の人たちにも迷惑かけず大丈夫だったんですね。大丈夫なんですよ。よかった。大谷選手もまたそこ来るじゃないですか。55-55でもうね、うん、俺挙動不審になってた。なんで？いやいや違う違う違う、あのギガファイル便に落としてやろうと思って。あ、ギガファイル便。いや、そのまま送ってもいいんだけど、うん、またこいつらあのスタッフに時間かかるかなって、うん、Wi-Fi あるかって言ったらあるって言うんだよ、うん、だから Wi-Fi 入れてくれと、はい、見えないから、うん、ちっちゃいもんじゃないから入れてくれて、うん、ギガファイル便で入れてたんだ、うん、圧縮して進まないんだよ、うん、圧縮が圧縮進まない進まない、うん、こうやって電波のいいとこ行って、うん、とかやってもう常に足踏みしてたから気がついたら、うん、なんかえらい足が疲れてんだよ送った後に回ってもないのにせっかちだからそうそうそう動くんですよ。てかさ、そうなんだよ。ですゴルフのスコアどうだったんですか？よかったんだよ。よかった。最後バーディー締め。いや、じゃあもう大谷さんプラス速報を取ったからですよ。50-50。あ、すごい。そうだよ、まあ、なんかもうそれがいいとは言えないのよまあ100ですもんね。まあ、いや、じゃあ88。うん、前半全然ダメだった。やっぱり気がせって落ち着かないのよ。時短で踏んでたのかずっとね。だから後半はちょっと落ち着いて、そうそう、うん、いけたと。そうそう、なのであのぜひね、また動画あの、ね、速報をたくさん上げるので、皆さんチャンネル登録して待っててください、はい。